来ましたな。うん、でも空気が美味しいよ。なんか生き返るって感じだよね。そういえばおかめちゃんは？ああ、僕は連れてきたかったんだけど、おかめちゃんが嫌がってね。やっほー！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 綺麗な紅葉ですよね。いいな、このバス停いいな、最高！足元をコンクリートで固めただけって感じのワイルドな台とか、ところどころサビで見えなくなってる時刻表とか、いい具合だよ！ボンジュール！ボンジュール！ボンジュール！はーい！湖畔の静かなホワイトシャトーってどんなところだろう？クリスちゃん家の山荘だもん。ゴージャスだよ、きっと。そうだよね。けどさ、まだ花子町が招待してくれたかどうかわからないんだぜ。皆様の日頃のご親切に感謝して、湖畔の静かなホワイトシャトー牛の角山荘にご招待させていただきたいと思います。ぜひ楽しいひとときを。皆様のお幸せを願うものより。な、皆様のお幸せを願うものよりなんて花子町っぽくないだろ。けど山荘持ってるなんてクリスちゃんぐらいだし。僕の家にもあるよ。でも僕は招待してないよ。なぜかって、この招待状を受け取って他の女の子もしやと思ってみんなに電話したら、それにうちの山荘はやっぱり同じ招待状を受け取ってて、いつもワイワイやってるメンバーだし、私なんか2通もいただいてしまいました。どう考えてもクリスチャン以外いないよ。でもなんかすごいことになってない？形跡はあったね、さっきの。本当にこのまま進んで大丈夫なのかな。あれじゃないか。本当だ、あれをきっと。よかった。ここまさか、ま、間違えたんだよ。他を探そう。待て。あ、見てよこれ。牛の角山荘。嘘。牛の角山荘ここだよ。もうすぐですわ。クリスちゃん、ママ、皆さん、それにカナタ君ですわ。はぁ、重い。でもどうして皆さんがここへ？あは、皆さんも牛の角山荘にご招待されたんですのね。あの、クリスちゃんが招待。ええ、私のところと桃香ちゃんのところにも招待状が届いたんですの。は、私たちのと同じだ。ほら、差出人の名前もないし、私どうしようかと思ったんですけど、もしかしたらかなたくんが私を驚かせようと内緒で招待してくれたのかもなんて考えて。違います？俺じゃないよ。でも会えただけで嬉しいですわ。やっぱり来てよかった。差出人はクリスちゃんじゃないって。だから言ったよ。じゃあ誰が？わかんないよ。僕の前の子が僕に会いたくて。でもなんだかクリエイティブな感じ。もうそれに帰る？だけど天気がちょっと。ここで泊まるの？無理だよ。そうだよね。俺は結構好きだけどレトロな感じで。クロス君だけどうぞ。やっぱ無理だろう、食うものもないし。戻るしかないわね。うん、帰ろう。そうだね。ああ、とうとう降ってきちゃった。あの、二人とも疲れちゃってるみたいですわ。ごめんください。どなたか。人の気配は全くないね。 なんか気味悪いですわ。まあちょっと雨宿りするだけだよ。休めそうな部屋を探そう。ああ、先に行っちゃ嫌ですわ、かなた君。怪しい。怪しいよね、あのクリスちゃんの態度。やっぱりまだクリスちゃん差出人説は捨てきれないね。うん、すげえ、何か高そうなものばっかりだ。ミュさん、とりあえずここで。ダメだ、どの部屋も電気つかないみたいだ。困ったね。大丈夫だよミュウチ、僕がついているから。うわ、
だ。何ですか何ですか何ですか。ごめん、僕床をぶち抜いちゃったみたいで。床、気をつけろよ、あちこちだいぶ老朽化してるみたいだから。君に言われなくても分かってるよ。暗くてよく見えないよね。うわー、なんですか、なんですか。ごめん、人がいると思ったんだけど絵だった。え、脅かさないでください。ねえ、やっぱりクリスチャンじゃないよ。うん、クリスチャンマジで怖がってるよ。え、サンタどうしたんだそれ。このランプ古いけど使えそうだと思って油と着火セットで試してみた。サンタ君、なんでそんなもの持ってるの。遠出するときは大抵いつも持ってるよ。このサバイバルキット、これって常識だよね。なんか今日はサンタ君の趣味がありがたく思えるよ。懐中電灯もあるよ。だったらランプつける前に出せよ。あ、そっか。頼りになるんだかなんないんだか。クロス君のコリショーが役に立ったの初めてかもね。あ、ガリガオカさんのバッグ大きいですけど何が入ってるんですか。え、僕どうしても見たいなら見せてあげる。ほらバラだよ、これ全部ミユッチに。おっと、もちろん女子の皆さん全員にもプレゼントするよ。公平に分けないといけないね。で、これからどうする。雨もやみそうにないし、外もどんどん暗くなるし。よかったな、乾いた薪があって。そうね、だいぶ暖かくなったし、火を見てるとなんだか気持ちが落ち着くよね。うんうん、ダメだ切れてる。やっぱり使えませんわ。こうなったらもうここで夜明かしするしかないな。うん、下手に外に出ても道に迷うだけだし。だけど誰が何のために俺たちをここに呼んだんだろう。そうよね、その人はこの山荘にいないのかな。この山荘に。なんですの、カナタ君、私を見つめたりして。あ、いや私も見てるって。今足音聞こえなかった、上から。まさかだよね、うん、やっぱり誰かいるよ。俺様子見てくる、招待状を出した犯人がいるのかもしれない。スッキリさせてやる。行くぞサンタ。わかったよ。みんなここ動くなよ、すぐ戻ってくるから。大丈夫かな。幽霊なんかいるかよ。あの、私トイレ行きたくなっちゃった。実は私もさっきから。トイレか、どこにあるんだろう。おトイレなら廊下を出て玄関と反対側の突き当たり。え、クリスちゃんどうして知ってるの。そう、なんとなくそんな気も。あ、あるある、多分あれだ。じゃあ行ってくるね。行ってらっしゃい。特に変わった様子はないな。こっちも特には。開かないな。鍵がかかってるのか。うん、本当に開かないや。うっ、うん、へえ、小さい女の子の部屋だったみたいだな。あサンタ、サンタ、おいサンタ。サンタ、サンタ君がいない。気がついたらいつの間にかいなくなってた。あれ、天使と小西は。それが戻ってこないんです、トイレに行ったまま。え、どうだ、いたか。どこ行っちゃったんだろう、ななみちゃんもあやちゃんもサンタ君も。あれ、みんなは。それが光が丘さん、大変なんです。サンタさんがいなくなってななみさんたちもトイレに行ったまま。トイレ、ああ、
僕もトイレ行きたくなっちゃった。ちょっと行ってくるね。どこ？トイレ。あ、はい。あの、廊下を出て玄関と反対側の突き当たりです。玄関の方だね。トイレ、トイレ、玄関の。あれ？ないよ。どれがトイレのドアだろう。誰か入ってますか？誰も入ってないなら開けちゃいますよ。え、誰かいるの？またまた僕を驚かそうったってそうはいかないよ。隠れてるのは誰？ミユッチ？クリスちゃん？おーい。あ、お取り込み中のレイディに僕はなんてことをしてしまったんだ。ごめんよ。ごゆっくりどうぞ。僕ならまだ大丈夫だから。え？え、のぞむくん？いや、トイレには来なかったけど。え、でもたった今トイレに行くって。誰が何のためにこんなことするの？さあな。とにかくルーちゃまたちには内緒にしないと。俺さ、あの2階の一番奥のドアが怪しいと思うんだ。2階の一番奥？鍵がかかってるっていう？サンタ君もその中にいるってこと？さあ、それはわからないけど。2階の一番奥、2階の一番奥。どうした、花子町？2階の一番奥。花子町？暖炉の薪ならキッチンの床収納にありますわ。え、薪？本当にあった。花子町、どうしてここに薪があるの知ってた？そう。でもクリスちゃん、さっきもトイレの場所知ってたし。私にもよくわからないんですわ。急に頭に浮かんできて。あら、ももかちゃん？ルー君？ルー君、どこですか？ルーちゃま！ルー君、ももかちゃん。いた。どうしてんの、みんな慌てて。びっくりしましたよ。ルーちゃまたちまでいなくなっちゃったのかと。え、いなくなった？なんでもない、なんでもない。やっぱりいなくなったのね。他のお兄ちゃんやお姉ちゃんたち。え、何かあったのか？ここのうちほんと汚いわね。電気もつかないし。でね、さっきお2階から変な音が聞こえたの。ねる？あい！変な音？だからなんか怪しいと思って。ほらね、言った通りでしょ。どこの部屋？多分。カナタ、やめた方がいいんじゃない？大丈夫だ、そこにいろ。そこなの？クリスさん、よくわかんないのよね、ああいうお年頃は。そうなんですか。クリスちゃん、しっかりして。花子町。あら、私どうしちゃったのかしら。クリスちゃん、覚えてないの？急に意識が遠のいて。あ、ルー君たち置いてきちゃった。ビュー、お前は花子町のそばにいろ。俺が上を見てくる。どうしたの、クリスちゃん。洗顔してきますわ。なんだか髪もひどい状態ですし。あ、私も行くよ。ごめん、お待たせ。クリスちゃん、二人きりになっちゃったね。ああ、俺やっぱりあの部屋調べてみる。そ
そうだよね。今こうしてる間にもルー君たちの身に何かあったら。私も行くよ。この中に招待状を出した奴がいるのか。多分。怖いよお前の顔。何よ、必死なのよ私は。はいはい。間カナタ気をつけて。ああ。え、やだ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 、一人にしないでよカナタ。呼ぶもんか。え、みんなが僕の勉強の邪魔するからいけないんだよ。勉強？僕がガリガリ勉強してると次から次へと僕の勉強の邪魔しに来て。しっぽ、一体あなたは誰？みゆちゃん。みゆ？え、ルー君、はやちゃん、ななみちゃんも。みんな無事だったのね。またまた見ゆったら大げさなんだから。ここ結構快適だったんだよ。え、これはまたゴージャスですな。まあそいつに壁の中に引っ張り込まれた時はびっくりしたけどね。私も同じ手で引っ張り込まれた。でもここへ落とされた時はもうクロス君がいたし。ま、俺が一番乗りだったってわけ。私たちも落とし穴に突き落とされたんです。パパ、ほんと頭きちゃうわ。リリーに対してなんてことするのかしら。へえ、そうだったんだ。すまんです。光が丘はどうしたんだ。はい、光が丘さんも私たちの前に落ちたんですけど、今はあそこで。なんで。あ、クリスちゃんも壁から引っ張り込まれ派。そうらしいよ。だとしたら招待状、あいつでもない、花子町でもない。本当だ、誰だろう、全然わかんなくなっちゃったよ。クリスちゃん、さっきから変なんだ。この部屋見覚えがあるとか思い出そうとかなんとか言って。ここってもしかして牛の角山荘ですの。うん。どうしたのでしょう。クリスお嬢様の携帯もつながりませんし、招待状を差し上げた皆様もいらっしゃらないなんて。大丈夫大丈夫、そのうち来るって。場所が分かりづらかったでしょうか。あら、すぐ分かったわよ、牛の角山荘は。牛の角？いえ、ここは鹿の角山荘でございますが。ほら、牛の角山荘って書いてあるわよ。ああ、本当です。私としたことがなぜこんな間違いを。湖畔の静かなホワイトシャドウ、鹿の。鹿田さん、今日のお夕飯何？はい、3センチステーキ、ジェノバ風焼きでございます。いい牛肉をいただきまして。あ、楽しみ。牛の角山荘にご招待。あー、あの時。牛も鹿も似たようなもんよ。確かに牛の角山荘も花子町家の持ち物でございますが、だいぶ老朽化しているためもう何年も使っていないのでございます。ちょうど湖を挟んで向こう側になって。みかん様はなぜこちらに来ることができたのでございましょう。じゃあこの山荘はクリスちゃんちの？ええ、うっかり忘れていましたけど。うっかり忘れるなって。これには深い訳があるんです。
屋でお勉強なさりたいのならどうぞご自由にお使いくださいな。え、いいんですか？ついでにお掃除頼みますわ。はあ、結局誰の招待状かわかんないままか。お嬢様、皆様、鹿田でございます。鹿田さんですわ。さあ外へ出ましょう。こんな仕掛けがあるなら早く行ってよ。あなた、地球人じゃありませんね。そうだったの？でも、あなたなぜこんなところに？本当に大学受験のための勉強してたんです。僕、宇宙大学にもう99回受験失敗していて、どこか静かな場所でしっかり勉強したいと宇宙をさまよっていたら、ちょうどここの波長があって。すみません、ちょっと僕ずうずうしかったですよね。いいのよ、クリスちゃんもああ言ってるし、勉強頑張ってね。ありがとうございます。ちゃんと掃除も忘れないでね。はあ、掃除はあまり自信ありませんが。ということで、招待状を出したのは鹿田さんということが判明。クリスさんにも内緒にして驚かせようとしたらしいのですが、本当にやれやれの一夜でした。